チの皆さんです。2011年からこのお祭りに参加させていただいていた旭川北野大地は今年3月に解散し、チームの活動を終了しました。ですが、大好きな神栖ぶっちゃけ祭りにどうしても参加したいというメンバーの思いがあり、神栖ぶっちゃけ祭り限定でチームとして復活し参加させていただきました。このお祭りへの参加は今回が本当に最後になってしまいますが、精一杯楽しく踊らさせていただきたいと思います。それでは踊っていただきましょう。どうぞ。神栖ぶっちゃけ祭りの横にあるのはこんばんは。北海道旭川市からやってまいりました旭川北野大地です。先ほどお話がありましたが、私もチーム3月で解散ということになりまして、その活動をピリオド打ったというところになります。どうしてもですね、思い残したことがこの神栖の地で演舞をしたかったというところで、今年久しぶりに開催をするということで、メンバー一同もう一回やろうというところで今日集まってまいりました。2日間楽しく演舞をしながら、また今までの神栖の皆様への感謝を込めながら踊ってまいりました。この演舞を含めて残り3回踊り子一同元気に踊ってまいります。踊り子声出していくぞ。温かいご声援のほどよろしくお願いします。正しいように失いしほど絆を埋め、すみません、光を求め、第一2022演舞東演歌ここにいてね、はっ無情に
ご声援のほどよろしくお願いします。